はい、どうもこんにちは。神子でございます。ということで、本日の食材がこちら。起点旗っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら。起点旗。こちらの起点旗なんですけど、パッと見ね、まあ、どこにでもいるような魚っちゃ魚なんですけど、実はこれすっすごい珍しい魚なんですよ。本来日本で水揚げされない魚なんですよ。でそれが石垣島で上がったということで漁師さんから送っていただきました。国内で上がった記録が残っているのは鹿児島と愛媛県だけなんですよね。とにかくめちゃくちゃ珍しい魚なの。本当はねこれ研究室に回されるっていうそういうレベルのお魚なんですけど、まあ、今回はねこう気まぐれクックで使ってくれということで譲っていただきました。ちょっとこういう珍しい魚なのでゆっくりゆっくり見ていきましょうか。まず顔がこんな感じですね。黄色い点々がこういっぱいあって。で、ここ見えるかな？エラなんだけど、すっごいザラザラしてるんですよ。指ぐらいだったら簡単にね、スパッて切れちゃうだろうね。で、ここも、かなりエラが強いですね。で、口はこんな感じ。下に鋭い牙が2本ありますね。かなり痛いですね、これ。で、背びれがこんな感じ。背びれにも黄色い斑点がついてますね。で、これがヒレ。このヒレには、ちょっと付け根にはついてるけど、ヒレ自体には点々はついてないですね。で、ここに胸びれ。胸びれちょっとね、黄色い点々ついてますね。で、全体的にね、黄色っぽい、胸びれは。で、尾びれ。尾びれは点々ついてないですね。で、尻尾はこんな感じ。上は点々ついてるけど、下はついてない。これね、かなり起点旗の特徴だと思いますね。こんな感じのお魚でした。そうしましたら、今日はこちらの起点旗を使って、甘酢あんかけを作っていきたいなと思います。で、鱗がね、クエそっくりなんですよ。なので、これはね、すき引きをする必要があると思います。なので、まずはこちら、鱗をすき引きしていきます。久しぶりだね。ではでは、すき引きしていきます。すき引きは必ず尻尾の方からやってくださいね。いきます。ほら。すごく綺麗に取れる。こうやってね、伸縮性がすごいんだよ。で、残りも綺麗に剥がし取っていきます。はい、そしたら表側綺麗に取れました。そしたら裏側も同じように取っていきます。僕はね、まずすき引きするときは、真ん中一本取って、で、背中、お腹って取っていきますね。で、こうね、ヒレとかね、こう、すき引きするとき邪魔になるんで、最初にこういうハサミとかでね、こう取るといいかもしんない。そうするとね、ここのライン、背中のラインが綺麗に取れやすい。よいしょ。はい、こんな感じに表も裏もすき引きできました。はい、そうしましたら次は頭を落として内臓を取り出していきます。このカマもすごい美味しそうなんで、カマの上から頭を落としていきます。ここにカマがあるんで、カマを取り外します。よし。で、ここが外れました。そしたらここら辺から断ち切っていきます。さすが畑だな、家庭や。で、こういう感じですね。で、この頭もね、かなりいい出汁が出ると思いますんで、エラを外していきます。ちょっとエラ苦手な人がいると思うから、苦手な人はスキップしてね。エラはね、素手で触るとすごい痛いから、こういう風にティッシュを巻き込むとか、あと軍手するとか、ゴム手袋するとかして取ってくださいね。怪我しちゃいますんでね。で、ここに付け根がありますんで、エラの付け根1本落とします。硬いな。はい。で、ここの付け根が外れました。そしたら、ここにね、付け根がありますんで、ここの付け根も2つ取っていきます。1。で、こっち側ですね。
にと。そうするとねじると簡単にこういう風に取れますんでね。でこれで頭の処理が完成。これは朝ごはんかなんかに使おうかな。はい、そうしましたら次はお腹を割っていきます。さあ、じゃあ内臓をチェックしていきますか。なんか入ってるといいな。まずこれがちっちゃいけど胃袋ですね。これね、でもね、なんか入ってる。ちょっと開けてみましょうか。あー、何にも入ってなかったですね。で、これがなんか魚によくあるやつ、ヒレヒレの、なんだろうこれ、なんていう部位なんでしょうね、ちょっとわかんないですけども。で、これが肝臓ですね。これちょっとわからない魚の肝臓とか内臓系を食べるのはやめときましょう。で、これ腸ですね。でね、これがね、ほら、珍しい。これレアですよ。キテンハタの卵。なんかね、切ってないのに、こう、卵自体に切れ目が入ってんの。すごい変わった卵ですね。でね、触った感じはこう、ボソボソっとしてる。内臓はそんな感じですね。そしたらもう一回これ、きれいに洗っていきます。そうしましたら、こういう風にきれいに洗いました。見てこれ。すべすべ。でね、こう、お腹の方見て、またこういうね、茶色い、なんだろう、寄生虫なのかな、入り込んでるんですよ。石垣の魚結構多いな、このタイプの寄生虫が。はい、そうしましたら、3枚におろしていきます。身はしっかりしてるな、やっぱり畑なだけはあるな。でね、と3枚におろすとき、毎回言ってるんですけど、みんなね、ここね、包丁を入れ忘れがちなんですよ。こう来て、ここで終わっちゃう人が多いんですよ。ここまで行ったら、包丁をこっちにグッとこうやってください。しっかりここをね、包丁入れてあげる。そうすると、最後にビッとやったときに、綺麗にここもね、おろせますんで。ここ決まってないと、ここの肉だけえぐれちゃうんですよ。これでちゃんとしっかりと包丁が入りました。そしたら尻尾から包丁を入れて、ビュッとやっていきます。でも畑はね、結構腹骨が強いので、うまくいかないかもね。ほら、こうやってね、腹骨が強いとね、止まっちゃうんですよ。そういう場合は、棒一本確実に切っていきます。せーの、よいしょ。おー、綺麗な身だな。油もあるな、これは。はい、そしたらこっち側もおろしていきます。で、ここまでおろせたら、ここに腹骨が入ってますんで、こっちから包丁を入れて、腹骨を一本ずつ切っていきます。まあ、本当にハサミとかがあったら、ハサミとかで、パチン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 って切っていっても、やりやすいんですけどね。よいしょ。はい、こういう感じ。3枚におろせました。そしたらね、骨たくさん食べれないので、この片身と骨、これはね、変な魚おじさんにあげます。はい、これを変な魚おじさんに渡すだけ。はい、じゃあそうしましたらこちら、処理していきたいと思います。まず、皮がついてますんで、ここを落としていきます。こんな感じですね。そしたらまだここに腹骨がついてますんで、腹骨を取っていきます。はい、こんな感じですね。そしたらここに血合い骨の強いのがね、一本入ってますんで、こちらを取っていきます。ハタとかクエ系のね、血合い骨は本当に強いんで、しっかり取っちゃいましょう。意外にこれ身しっかりしてるな。お刺身でも食べれそうだな。こっちはね、甘酢あんかけにします。で、ハラミ、こっちね、お刺身にします。はい、そしたらこちらを切って盛り付けていく。はい、そうしましたら、甘酢あんに使うように、こちらのキテンハタの背中の方の身ですね。これを切り身にカットしていきます。どうだろう、一口大ぐらいに、このぐらいの大きさに切っていきますかね。はい、こんな感じ。まあね、今日はね、このぐらいですわ。はい、そうしましたら、甘酢あんかけに使う野菜を切っていきたいと思います。パプリカ、玉ねぎ、人参、ピーマンですね。はい、これで食材の仕込みが完成ですね。お酢、醤油、みりん、砂糖、一味唐辛子、ケチャップで、よーくかき混ぜていきます。
はい、これであんかけのタレの完成ですね。はい、そうしましたらこちらの起点旗の身に塩コショウ、そしてやだなぁ、触りたくないなぁ。うわぁ、こういう風になんとかね、片栗粉がつけれましたと。もうやだ。そうしましたらフライパンにオリーブオイル、サラダ油でもいいですよ。はい、そうしましたら片栗粉にまぶした起点旗を焼いていきます。はい、そうしましたらこのように両面しっかりと焼けましたら、こちらを一回皿に移します。で、フライパンに人参、ピーマン、玉ねぎ、パプリカ、しっかり炒めていきます。はい、そうしましたらこのようにある程度野菜に火が通りましたら、先ほど作ったあんかけの素、こちら入れていきます。しっかり絡めます。で、そうしましたらここに水溶き片栗粉加えます。これね、入れすぎないように注意ですよ。少しずつ入れながら調整していきましょう。まあ、大体こんなもんでいいと思うけどな。 OK、 いい感じにとろみがつきましたと。そしたらこちらのあんを先ほど焼いた旗の上にかけていきます。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。もう具沢山すぎて下の魚が見えないですけども、ちゃんと中にいますよ。うわー、いい感じにあんが絡まってる。めちゃくちゃうまそう。で、この野菜と一緒にいただきます。うーわ、ちょっと待って、めっちゃうめえこれ。びっくりした。これわかるかな、これめちゃくちゃ脂が乗ってるんですよ。身自体も全く癖のない白身で、むしろ旨味がギューって詰まってる。この甘酢あんの酸味が食欲を増進させてくれるわ。はい、ということで今日はこちらの起点旗の甘酢あんかけときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギーのやつ。この注ぎ方がなんかビール会社とかが勧める注ぎ方っていうのはもう知ってるんだけど、あんま上手にできないんだよねこれ。よし、できた。あ、今回うまくいった。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うえ、よかった、博物館に持ってかれなくて。それじゃゆっくり食べていくよ。で、ちょっと忘れてた、このね、お刺身も作ったんでしたね。ここら辺をちょっとつけていただきます。あ、美味しいわ。あの魚体からは考えられないぐらい細やかな身質だね。これお寿司にしたい、絶対美味しいと思う。ごちそうさまでした。ということで今日は珍しい起点旗っていうお魚を食べていましたけども、めちゃくちゃ美味しかった。石垣の漁師さん、ありがとうございます。日本で起点旗食べたことある人っていうのはそういないと思いますけども、取れないですからね。海外だったら取れるのかな、あの魚。日本だと取れないけど海外ではめっちゃ取れるよみたいな、そういう魚なのかもちょっと分かんないですけど、とにかく美味しかったです。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。